変身が解けてもダークオーバーの魔法は続いている。分かってはいたが、こう心を蝕まれるとは。我慢できない。飢えた狼のようなこのどす黒い食欲。ベネット、お前ですらうまそうな肉としか思えない。俺はもう終わりだ。無意に朽ちるものか。こっちじゃレバンタン。さあ眠れ。全てを飲む夢を見ながらな。私は誰かお前にはわかるだろう。さあ世の声に応えよ。世界に審判を下す時は来た。終焉は今世と共にある。この世の保存を吸い尽くし力とするのだ。抜け殻となった大地を神の矢で打ち崩せ。ひどい姿だな。これがあのバレンタイン王のなれの果てか。生きていたのか、イングベイ。こそこそと隠れ回る小心者。あんたこそ冥界ではオデットの故障だったそうじゃないか。相変わらず口だけは達者だが、とても高潔な我が血を引く男だとは思えぬ。そうかな。よく似てるぜ。力に狂っているところなんか特にな。力？お前に何の力がある？見せてやるよ、ダークオーバを。タイタニアでの恐怖を今一度。まさか。大事な大事な決勝炉をガラクタにしてやる。捨て身で世に挑むというのか。そうだ、嫌な話だろう。国を滅ぼした狂気の王子はその命で残った仕事をやり遂げるんだ。まただ。魔力が働いておる。誰かがダークオーバーの秘術を再び。やめてくれ。この朽ちた肉に知恵の渇望が湧き立ち、まがまがしき閲楽が心を狂わせた。心が黒く塗り替えられていく。うわ、来たな、あの女の家来ども。再び世を抑えつけるために。ガロン王、その腕をカセで縛り付けていた我らの女王は闇に消え、王の自由を妨げる者はもはや誰もいない。ならば従え、墓守ども。お前たちが闇の力を糧とするなら、この黒く渦巻く力に従え。今より使を率いて王国を目指す者。死の国から出る道はない。全女王が道を閉ざされた。何だと？ご安心なされよ、ガロン王。出る方法ならありまする。何者だ？
あなた様のしもべ、見目は変われど忠義は変わりません。三賢人の一人ベルドーです。知っておられますかな、死神たちは生と死の境を自由に行き来できるのを新たな冥府の権力者として命じればよいのです。連れて出ろと。死神、その骨張った指で運べ。余と忌まわしき者たちを聖者の国へ運んだ。命という命を食わせるために。これはどうしたのだ。大地が崩れて沈み始めています。なんだと。おお、海水が押し寄せています。この勢いでは我々の国が海中に没するのは時間の問題です。予言にある終焉が始まったというのか。オニキス様。おお、どうすれば。このままではどちらにしても後はない。全ての炎を上げて内陸に進軍する。しかしそれでは我々は世界樹で滅ぶ運命に。世界樹などと呼ばれる木がどこにある。俺は信じぬ、人間の予言など。森という森を焼き払い、予言が偽りだったことを示そう。この炎に住む全てのものに伝えろ。世界を奪う時が来たと。オーダイン様、このままでは。ガロンが冥府の王だと。我が軍は残っている部隊はどれくらいだ。すでに尾の兵隊は全滅です。ワルキューレ隊が門が破られ、敵が王宮になだれ込んできます。ああ、この日が来ることは分かっていた。そのためにバロールを作り上げたのだ。あれさえあれば。来たぞ。我が命で王を守らん。静かだ。剣撃の響きすら聞こえん。わしで最後というわけか。あれほど多くの死神を一度に見れば、どんな戦士も血の気が失せるだろう。グリゼルダではないか。この終焉に紛れて出てきたか。お前には父親らしいことをしたことがなかったな。お前のために死ぬのならそれもよかろう。これからはずっと一緒にいられそうだ。満足か、グリゼルダ。そうか、お前は可愛い娘だ。予言にある死の凱旋じゃ。見張り台から見ると山向こうまで漆黒の軍勢が埋め尽くしておる。あの死霊どもはすぐにもここへやって来よう。ではラグナネイブルはすでに。姫、気を確かに。今はここから避難せねば。先に異変を察知して出て行ったオズワルドが気になるな。こちらです、グエンドリン様。この者が安全なところにお連れします。ミリス、ごめんなさい。私の槍を持ってきて。グエンドリン様。オズワルド様を追います。いけません。
心配しないで。私はワルキューレ。追い詰められたら空に逃れます。さあお前たちは行きなさい。姫、落ち合えるのならホルン山で。来るわ、急いで。懐かしい。何者だ。思い出されぬのも無理はない。少しみすぼらしくはなりましたが、魔法使いベルドーにございます。アイマ、さよう。あなたには借りがございましたが、とはいえ私も先代女王に大恩ある身。ティトレルの指輪を渡すなら妖精の国に手出しはやめましょう。指輪はここにはない。何です。ではどこです。知っていてもお前などに教えはしない。ならばあなたに用はない。踏みつぶして差し上げよう。私の意味を侮るな。おっと、気をつけなさい。かつてのお友達を傷つけますぞ。カエルのイングベイを覚えておいでかな。イングベイ、獣を操る術があるとも知らず自らこんな姿に変じたのが運の尽き。ベリアルよりも役立つしもべです。後で伝えておきましょう。お前は妖精女王を喰らったと。
役に立たぬ。ダーコーバの魔法が解けてしまいよった。妖精の小娘めいことごとく邪魔をしよって。さあ死ぬ前に吐け。指輪はどこだ。俺の体で好き勝手やりやがって。イングベイ。ああ、ジョー、ごめんなさい。痛かったでしょ。しゃべるな。大丈夫だ、きっと助かる。待っていろ、今妖精たちを呼んでくる。いや、行かないで。あなたにたくさん話すことがあるの。聞いて。私魔王軍に勝ったのよ。知ってる。噂で聞いたよ。勝利へと導いた妖精の女王のことを。やったな、メルセデス。笑わないでね、イングベイ。私あなたのことが好きなの。ずっと。天よ、今すぐ俺に雷を浴びせろ。俺を撃ってくれ、メルセデス。君の極楽にどれほど俺が苦しいかわかるかい。死ぬられた運命にある俺が君の汚れない思いに応えられるはずないじゃないか。今になって己の気持ちに気づいたとしても。国民たちだ。どうしてもたらしい仕打ちができる。世を捨てた国民たちをも愛せよと。いかなる聖者ならそれが可能だ。この高揚、この快楽。お前も変化すれば分かろうよ。秘術を生み出したのは間違いだった。一度は救われておいて、その言い草だ。さあ、そのくだらぬ命に終止符を与えてやろう。親子の情すらも消え失せたというのか、父上。終焉には愛という偽り全てが消えるのだ。自ら息子の肉を裂き、節々を砕く悪魔も現れる。Yeah!
く気がつきおった。唯一心臓だけが痛みを感じると。終わったか、いまいまし。ガロン、お前たちは知っておろう。我が肉体に染み入った冥界の邪気は何度でもこの腐った筋をつなぎ合わせる。永遠に苛むためにオデットが世にかけた呪いよ。だが今やその呪いの力は世の望みを叶えるがために働く。この冥府の王を永福させるのはもういないあの女だけなのだ。何をしている。飛び回って生贄どもを探せ。宴はまだ続くぞ。世界中の人間をこの腹に収めるまでは。風の導くままに進軍せよ。その吹きつける大気の息吹が我らを一層燃え上がらせる。オニキス様。どうした。あの黒い剣士がこちらへ参ります。我らでは押しとどめられません。オーズワルドか。どういうことだオニキス。なぜ出てきた。答えろ。理由が必要か。ならば教えてやる。世界が欲しくなったのだ。全てなら。もっと賢いようだと思っていたが思い過ごしだったようだ。私も残念だよ。ここでお前と出くわしたからにはあの時の汚名を注ぐか恥知らずのまま灰となり果てるかだ。今度は生かしておくような過ちは犯さない。あの時のようにはいかんぞ。炎の国を離れる際最も熱い溶岩をこの五体に詰め込めるだけ詰め込んだ。今の私は紛れもなく比類なき灼熱の化身だ。
随分と削られはしたが、まだまだ力は満ちてくるぞ。どうした、もう化けないのか。まさか終わりではあるまいな。いや、やってやるさ。ほう、だがこの戦いで一体何度その影をまとった。もう限界のように見えるぞ。黙れ、見てろ。下がれ、バルカンたち。オニキス様、これは。力尽きてついに正体をなくしたのだ。あの女の力に魂を貪られた。もはや抜け殻、ただの影だ。これが魔剣使いの末路。グエンドリンを見つけたら伝えておいてやるさ、その哀れな最後をな。さあ相手をするな、行くぞ。Hush!
Ugh!
目覚めの時は来た。さあ急いでユリカオから這い出せ。世界を飲み尽くすのじゃ。サイファー使いコルドロンと行くがいい。この勇士こそ待ち望んだ力、終焉の幕を引くにふさわしい。こんな姿で魂をつながれ、永遠の苦限に耐えねばならぬ定めとは、プーカの呪いの忌まわしさ。そうだ、さあ容赦なくやれ。この5億しか生まぬ大地を消し去れ。犯した愚かな罪をもこの見事消し去れ。
れを見て。おお、光の柱が大地を狙っておる。あの柱を吐き出しているあいつが予言にある蛇の王に違いない。空を覆うなんとまがまがしい姿だ。ブラムさん、いかん、ここもいよいよ沈み始めた。大陸がこうも粉々なら助からぬかもしれん。誰も、でかい、もう逃げ場はないぞ。よし、あの頂まで登ろう。ホルン山の頂が海に沈む。ここがエリオの大陸で最後の土地。こんな結末を誰が望んだろうか。誰でもいい、誰かがこの冷酷な世界に生き残れるというのなら、この魂と水戸を喜んで天に捧げましょう。願いが叶い、誰かが救われて、それが私の愛する人たちであるなら、私の最後にとってこの上ない手向けとなるでしょうに。これではあまりにむごい幕引き。